こんにちは、ボナールチャンネルのモザです。モラボラフクフクの回復、デジャブのデジャブのデジャブということで、ついにラストです。ラスト、今日何日なんでしょう、モラトルちなみに1月1日はまだ午前中です。ということで、福袋開封ラストということで、これ以降に来たやつは、1月1日以降に来た福袋だと思って。そうだね。まあ、何の福袋ですか。マーベル、これはすごい。しかも5000円なんですよ、これ。全マーベルの登場人物のフィギュア入ってんじゃない。いや、お前、足りんわ。500万ぐらいかかるわ、下手すると。そこ、福袋ですから。マーベル、なんかファッションのイメージないけど。ないけど、ドンキとかにマーベルコーナーあるイメージある。ああ、そうなんだ。その、服とか帽子とか入ってる。これも多分すぐ売り切れんじゃない。なんか好きな人去年なかったよ。そう、なかった気がする。か、もう売り切れしたか。今回 M サイズなんで、残念ながら何が出てもゆうやんもの。サイズにそんな縛りが。だってもうさ、これさ、見えてるよ、今だから。これ上、こう開いてるから、なんかこう、すげえモコモコしてるやつある。これはじゃあ最後にしよう。これ、多分いいやつ。結構入ってる。1000円だよ。待って、1、10、100、1000、おかしいな。なんでも鑑定団なんだけど。じゃあ、薄いやつからいきまーす、はい。あ、もういいね、当たりやん。はい、これです。あ、すぐ汚れる T シャツ。やめろ。いいじゃん、これ。いやー、俺 L が一つあるなーって思ってる。ただ、マーベルはなかったんだよね、L が。なかった。そうそう、マーベルなかったんです。もうちょっと欲しかった。まさかの長袖でした。おお、あ、いいやん。長袖、胸にマーベルと、あとこの袖のところにひたすらマーベルって書いてあります。長袖のこういうロンティー俺持ってないのよ。ちっちゃい。いや、いいんじゃない。サイズは普通に M なんでしょ。普通に M、 普通に M ですね、うん、マーベルの M です。俺ね、この丈は M なのよ。でもチェストはあの XL なんよね。合わせづらいな。そう、だから L の方がいいかったかもしれん。なるほどね。が、大丈夫です、痩せます。まあ、弟にあげてもいいし。弟は俺よりデブなんで。これが1枚目でした。はい、いいね。値段書いてないです。値段書いてない系が。値段書いてないです、ね、テンション上がんないな。マーベルさん、来年はちょっとお願いします。あのですね、4つしか入ってないんですけど、薄いやつが1個もないです。すごい、豪華そう。だから残り3つですね。決着は早いぞ、これ。おお、はい、2個目。なんか良さそう。黒マーベルの時点で何桁の当たりなんだよ。5000円だからね、しかも。はい、きたー。もう全然いいや。めっちゃいい。しかも帽子がそのフードのところに中にひたすらマーベルとか。へー、おしゃで、胸マーベルですね。なんかちょっとこの紐の先が赤いのがちょっといい。いいね。ちょっとスパイダーマンっぽい。これ、はい、来ました、裏起毛です。完璧じゃない、このやつ、はい。で、このさ、マーベルのマークさ、うん、あ、これはなんか地割れみたいになってるだけか。そうそう、地割れみたいになってるだけ。うーん、地割れマークです。めっちゃ使いやすそう。これはいい当たりですな。これはもう部屋着です。部屋着かい。部屋着かい。散歩着な。散歩着ですね。6000円ぐらいするよね。しそう。てかこれ1個で5000円でもさ、うん、いいぐらいじゃん。この福袋も当たりだ。もうスポーツジムは良心的だわ。じゃあ次に厚手のやついきます。これです。おや、お、一緒か。だいぶでかいな、まあ、これ。一緒のものかさ。あ、では、セットのズビンです。いいね。裏起毛です。うわ、いいね。え、これめちゃめちゃいいんだけど。これはいい。なんでこういう機械。初めてズボン見た人こうです。違う。皆さんこうやって入りください。こうです。めっちゃいいじゃん、マーベルって書いてあって。またこっちも紐がね、赤い。紐、そこ黒か赤でちょっと違うな、テンション。普段あったかいだろう、これ。まあ、これ今日着ます。これいいね。めちゃめちゃいいだろう。大当たりだろ、これ。これとこれで1万円ぐらいするな。うん、しそう。5000円ってやばい。これやばいよ、だって1個で5000円だったんやな。これは袋も、そう、あれだから。袋だから。袋込むよ、これ。袋で2000円するな、うん、トートバッグ。さあ、ラストです。早くも。いや、このラスト楽しみだったんだよ。めっちゃ熱い。今日出てきたものの全部の中で熱い一番。いや、いいね。
いきます、ラスト、はい、こちらです。出た。これ何？いや、これは最近流行りのフリースじゃない、うん、最近流行りのフリース、うん、いや、ここの服すごいわ。うわ、いいね。全然私服でいける。いいじゃん、うん、俺はそれが欲しくて L サイズを探したけどなかった。マジで裏もモコモコ、外もモコモコで、あのよくあるよね、このここだけちょっとこういうポケットになってるやつね。これはいいわ。大当たりすぎ。これはいいね。うわ、あったか。これ感動してる今。うわすごっ。これあれじゃん。うわ、すごっ。あ、似合ってる似合ってる。めっちゃあったかいんだ。いいね。全然おしゃれよ。買ったな。うん、これ5000円はやばいわ。これ5000円やばない、うん、これ今日でなんか出てきた中で一番なんか得した感あるわ。てかだってこれで1万円ぐらいそうな、今日出た中で一番高いくてもおかしくない。すごっ。これ1万円だったらまあ他のと一緒だなと思うけど、5000円だからね。やばい、これやばいわ。これコスパ高すぎだろ、うん、これはすごい。これだってマーベルじゃ、マーベル好きじゃなくても買いだろ。うん、マジで。シャックに止めて。いやー、いいね。これやばいな。うん、これ売り切れるな。てか売り切れかけてたもんね、うん、そもそも。もう朝11時ぐらいになる。 L とかももしかしてあったのかもね。うん、シャックに止めて。これちょっとマジで毎年あるな。これ来年も全然。うわー、最高だろこれ。いやー、これ全部当たりだったんじゃない。福袋ってさ、ハズレがあるから福袋なんじゃないのと思っちゃう。しゃっくり止めて。すごいな。いやすごいです。これ部屋着に最高だろ、うん、まあ外着でもいいけどな。ゆうやのさ、めっちゃあったかいダウンジャケットあるじゃん。でもあれあれ、あ、そう、あったかすぎてちょっと分厚い時もあるじゃん。そう、あのね、あれはね、あったかすぎる時がある。そうそうそう、本当にめちゃめちゃいいダウンがあるんですけど、その間ぐらいで使えそうだね。素晴らしい。これはこれコスパ高いなということで、やっとね福袋編終わったので。もしかしたら分かんない、ネットで買うかもしれないですけど、ね、とりあえず他の動画もぜひ概要欄から見てください。はい、ということで、その他ボナロにやってほしいことはコメントお願いします。はい、本日も動画最後までご視聴ありがとうございました。よいしょ、ぜひチャンネル登録、高評価、フォローよろしくお願いします。よいしょ。これちょっとマジで毎年あるな。来年も全然。これは。どうしよう、当たり当たりつって来年10個ぐらいになったら。そのペースで増えてる。そのペースで増えてるって今のところ。